阪急バス大山崎営業所は、京都府おとくに大山崎町にある、阪急バスの営業所。最寄りの停留所は、新山崎橋。主に、大山崎町や近接する長岡京市、大阪府島本町、京都市伏見区南部に広がる、路線網を管轄する。この地域の路線は、向こう営業所の管轄だったが、路線網の拡大、運行本数増加により、 同所だけでは補いきれなくなったため、1982年7月15日に新設された。その際に、向こう営業所は向こう出張所に組織変更された。なお、運行管理業務は1999年1月9日から、阪急電園バスに委託していたが、2019年7月1日に、同社との合併により直営化した。所在地現在の運行体制は、 2004年1月24日のダイヤ改正でほぼ確立された。さらに2013年12月、阪急京都本線に西山天皇山駅が開設されたことに伴う改変などが行われている。経路別に最長系統のみ表示する。多くの系統が循環形態で運行する。金が現方面 JR 長岡京東口から 菱川は方面に循環して、JR 長岡京へ入り、阪急長岡天神から園明寺が、丘、金河原などを循環する。1系統と3系統がほぼ交互に運行される。運行区間により、系統番号が変わることも特徴。番号の使い分けは、下記の通り。甲府大方面車庫のある新山崎橋を起点に、JR 長岡京、 阪急長岡天神を経由して、さらに高風大住宅を循環する。5系統と6系統がタイになっている。再生会病院前を経由する7系統は昼間に、5系統は朝に、6系統は夕方以降に運行される。屋海院寺方面長岡教室西部を循環する系統。屋海院寺へは営業所の開設当初から乗り入れている。 今里方面長岡京市北部を循環する系統。長岡京市から赤字分を補填する運行助成金を受けている。免許試験場方面京都府運転免許試験場へのアクセス路線であるが、長岡京市内で循環経路となっている。滝の町方面2011年3月26日のダイヤ改正で従来の18系統と70系統が統合された。 携帯となった。滝の町近辺及び大山崎町役場近辺の道路がかなり狭いため、車両にはマイクロバスが充当される。JR 山崎まで足を伸ばしている唯一の系統だが、同駅へは営業所の開設当初から乗り入れている。昭隆寺公園方面、光明寺方面、光明寺へは営業所の開設当初から乗り入れている。京阪バスとの共同運行のため、 京阪バス車両での運行となる便がある。2013年12月21日、西山天皇山駅開業と同時に、路線開業。阪急バスが淀川を越えて、淀川砂岩に乗り入れる路線の設定は1997年に、休止した水田や青線以来16年ぶりである。島本町では、唯一のバス路線で、阪急みな瀬と和歌山大住宅を結ぶ。 JR 島本駅の開業に伴い、2008年3月16日の改正では同駅への乗り入れを開始した。新山崎橋発着系統は出入口を兼ねる。元は長岡京線に分類されていたが、2008年改正で和歌山大線に組み込まれた。2013年12月21日改正で系統の再編が行われた。 長岡京駅の東側を循環する2系統から成り立つ。2015年7月に長岡京市の社会実験として、スタート2019年4月から本格運行に移行した。101系統と102系統は連続して運行する。なお、長岡京駅でハッピーバスや阪急バスの一般路線へ乗り継ぐ場合は、運賃の割引がある。以下の 阪急長岡は、現在の阪急長岡天神 JR 迅速は、現在の JR 長岡京に相当する。1997年2月7日の路線改変により、長岡線と免許試験場線が長岡京線に統合された。光明寺、美竹の大系統新山崎橋系統2008年3月16日に、和歌山大線との連続運行か。 道路線の一部となった。2021年3月1日改正で廃止。光明寺系統、平成元年頃に循環運行に変更。山崎系統迅速東口系統運行開始から2008年3月15日まで2008年3月15日から2013年12月21日まで。2006年10月から2007年9月まで太字は、その後に変更。 廃止された主な区間、2007年ガラシャ祭り、ありがとうございます。